はい、どうも、ソイジマックスです。さあ、またね、ガチャを回してきました。ちょっとカメラの位置がおかしいね。この辺だね。ガチャガチャ。海洋堂カプセル級ミュージアム恐竜発掘記、日本の恐竜2回目、2回目です。さあ、2回目何が出るかな。最近ね、2回目でよく被るんですよ。ちょっとね、2回目トラウマが今、私に襲いかかってきておりますが、これは何が出るのか被ってないと信じてますがね。開けてみよう。いや、大丈夫だよ。何が出るかなって、あ、違うのが出た。これなんだ。丹波ティタニス。発見場所、兵庫県丹波か。丹波笹山だな。丹波ティタニス、随分とまあハッピーな名前だね。かぶんなかった。よーし、かぶりませんでした。だーだー、嬉しいです。丹波ティタニスね、これ知らなかったな。四足歩行の草食系の恐竜でしょうね。ブラキオサウルス的な。え、こんなのいるの。こういう恐竜が発掘されたんだね。わ、恐竜感がありますね、これね。ララ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 ラ。ジュラシックパークをこう思い出しますね。タンバティタニスね。日本各地で化石となって発見された恐竜や古代生物たちをえりすぐりました。タンバティタニス。いや、この日本の恐竜シリーズなかなかいいですね。これフルコンしたい。すごくフルコンプリートしたくなってきました。海洋堂カプセル級ミュージアム恐竜発掘記、日本の恐竜タンバティタニスが出ました。言いにくいわ。タンバティタニス。発見場所は兵庫県です。